宝広市殿は太平天国の指導者の一人。元の名は下勝。関東省、河王州出身。元は、真の兵であったが、太平天国軍に捕らえられ投降した。1858年に、つまびらか天燕に封ぜられ、1860年に、つまびらか天福に昇進した。さらに、同年12月29日に、つまびらか天安に昇格した。 1861年5月につまびらか天理に上り、12月には中世213天章に封ぜられた。その後も功績を立てて森用に至った。天慶が陥落すると上海を経由して香港に逃れた。何やまだの変名で表面上は商売に従事していたが、実は再起を伺って武器を密輸していた。新政府は 法広市殿の動きを察知したが、香港政庁に法広市殿の身分を隠して、何山田は海賊であるとして、身柄の引き渡しを要求した。総督代理のウィリアム・トーマス・マーサーは、要求に応じ、法広市殿は、甲州に送られた。1865年4月25日、甲州で処刑された。後に、法広市殿の経歴が明らかになると、香港政庁は、 政治犯の引き渡しに関する国際法に違反したとして批判された。法広市殿の執務所が常つくづく市山津美慶八80から90号にあり、1982年11月に県文物保護単位に指定された。ありがとうございます。